さあやっていきましょう。つむつむ7周年記念耐久レース。続いてはコグスワース美女と野獣ということでね、少しの間1種類のつむが高得点ルミエールに変わるよ。ルミエールってこの子ですよね、隣にいたっていうね、まあ、そんな感じですね。ということで早速やっていきましょう。ワンプレイ毎つむ140個消そうということなんですけど、多分このキャラじゃ無理、うん、っていうことなんで、何かすいません、今自宅にいるんですけど、何かが落ちたの今ね、なんかの袋がスーッと落ちる、よいしょという、まあそれはいいや。で美女と野獣ね、実写版見てみたいね。実写版見たことないんだよね。実写版見てみたいな。もうなんだろうね、エマ・ワトソンさんの醸し出すね、もうこう、もうね、美人ですよっていうオーラ、なんだろうこの語彙力のなさ語彙力ねえなあ、美人っていう言葉しか出てこないっていうね、これやばいな。ほいほいほいね。あとね、もうね、最近ハマってる YouTuber さんがいましてですね、ボビー舞浜さんっていうね、ディズニーランドなんですけど、アトラクションじゃなくてね、こう食事をいろいろと紹介してくれる YouTuber さんがいるんですけどね、リストランでカナレットとか、ブルーバイユとか、それからマゼランとかね、ズンラズマってやってるんですけど、その YouTuber さんが紹介しているやつの中に、美女と野獣のね、新アトラクションのところとかあったりするんですけど、まあ、あらゆるその投稿されている動画を見てても、嫁さんと二人で、もう、美女と野獣に関わるものだけは頑張って我慢しようと、もうこれはもう実際に行くまで撮っておこう、楽しみようっていう話をしててね、もう、本当今からね、もうちょっとでね、もう言ってるかもしれないですけど、ベイビーが生まれるんでね、もうベイビーが生まれるその瞬間までね、美女と野獣行くのをちょっとね我慢しようと思ってね、と思ってたらね、80個ですよ。140個ワンプレイで壊さなくちゃいけないのに80個ですよ。これ相当ハードル高えな。もしね、その10分あと何分だろうな、あと何分かでミッションをクリアしなくちゃいけないんですけど、あと3分半か、これで以内に終わらなかったらもう次行こうと思います。ということで、コグスワークスさんはルミエールという最強の仲間を呼んでくる、そんなツボでした。ではまた次回お会いいたしましょう。